どうも、ズムプロです。よろしくお願いいたします。シャス髪型クイズ男性の髪型編よー髪型クイズも第3弾までやってまいりましたが、ポタちゃんは今のところ22点獲得されております。目標の50点まで、まだ半分にも満ていないという状況ですが。残り28点取らなきゃいけないんでしょ？無理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 ！やっぱりロングヘア、ショートヘアは、まださ、こっから下の情報があったんだけど、男性の髪型とツインは、こっからの下の情報が、ツインに至るとここしかないみたいな状況になってしまって、さすがに厳しいんじゃないかなと思いまして、4パターン用意しました。前回同様、耳から下の、ほぼ襟足とツインのこの先っちょ、そのわずかな情報で答えられた場合、4点。白黒の前髪なしの全体図。こちらが3点になります。そして白黒の全体図。が2点でカラーの全体図が1点という形になります。ただし回答権は前回同様3回になります。ポタちゃんは50点以上取れないと矢沢ニコちゃんのアルターとそのケースが手に入れることができません。今後一切今後一切自分で買うのもダメなんですか？うん、急に人生かかっとるんだけど。まあそれぐらいかけてもらわないと、うちはそういうプロジェクトなんで。聞いたことねえな。というわけで今回は男性の髪型編でやっていきます。問題数は5問、頑張って答えてくださいね。はい。第1問こちら、ダラン。ほう、むずいの。ちょっと前よりはね、優しめに広めにしてあるよ。まあ黒髪なことは間違いないよね。そうね。うん、まあ、ちょっと前髪ちょろりが見えとるんはヒントなのかな。ちょっと襟足長めなキャラなの。そうだね、結構長いイメージがありますね。まあ分かったような気はする。やらせか。男性キャラって多分ほとんど黒髪だよね。だからあんま白黒意味ないっていうのもあるよね。その可能性あるよね。まあまあ、わかりました。こちら化け物語の、あららぎくん。セミカミ、あ、カミマミタ正解。小ネタ挟んでくるね。やっぱ特徴的な髪型といえばあららぎくんじゃないかなと思って、上のねちょろりが、あーはい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 、まあでも次からね難しいから今の感じでいくと答えられないかもしれないね。じゃあ続きましてこちら、輪郭 Y 描けなくて発狂したって言われたから、じゃあそのままでいいよって。今現れてるのはここだと思ってほしい。あ、ここね。一束横にずれてんのはヒントな気がするんだよな。まあ、でも男性キャラってことを考えると金か茶だよな。大抵耳下ぐらいまで髪ありそうな感じがするから、この人じゃね。じゃあいきます。こちらポケットモンスターの小次郎だと思います。青髪を白黒にすると多分こんぐらいの灰色になるんじゃね。現状だと横分けっていう情報しかないから、で前髪映ってないとこを見るとデコ出しとる男性、ほうほう、かつ横分けなんかなってなると内藤さんか小次郎しか出てこないんすよ。内藤さんか小次郎しかいないんだ。残念。え？あ、でも確かに言われたら小次郎に見えんこともない。あ、ってことは結構近いな。そう、考察はいいよ。じゃあ前髪なし見てみる。はい、お願いします。こちらです。えぇ、アホ毛あるな。一応あるみたいだね。横毛の跳ね方とか可愛らしい系の男性な気がするな。めちゃくちゃメタ的なヒントを出すと、ズノプロの今まで出してきた動画の中でそのキャラクターの名前を出したことはある。ここも前髪っぽいんだよな。お、いいとこ目つけたね。可愛い系のキャラではないと思う。どっちかっていうと子犬っていうよりは狂犬って感じ。狂犬、うん。ゼノプロの動画の再生数順で上から見ていくとたどり着く。え？混沌と混沌の間で混沌の感情がコントロール不能なようだ。結構歌聞いてるんだよ、なんだかピチクパチク小鳥騒がしいね。わかんねえな、おい。全体図見ちゃおう。全体図見てわかるかな。やめる？やめない。全体図お願いします。こちら。ああ、はいは
いね。近い。あれ名前忘れた？そう、そうそうそう。ちょハリセン準備しとこう。え、でも彼、こんなアホ毛生えとったっけ？ポダちゃんが答えていかないと私だんだんアホになってくよ。Welcome to the division. え、ちょっと待って、やっぱそっち？やっぱそっちなの？まあ私だってやっぱヒップマイなん。よだれ切ったね。ということで、もうこっちだと思うんだけど、カテキョヒットマンリボーンの極寺隼人くんだと思う。前髪が完全にさ、極寺のこれなんだよね。髪型的にジローかなって思ったよ。でもジロー黒髪だし、もうちょいさ、ここも長いよなと思って。ここが極寺のマクドナルドなんですよ。だから極寺だと思うんだけど、アホ毛生えてない気がすんのよ。そこがね、怪しい。ってことで、極寺隼人くんです。正解だ。どう？ちょっと上手いね。似てた？ゼロプロの上の動画から見ていくと分かるっていうのは、某ライデン殺し君のことをポダちゃんは極寺隼人ってずっと言ってたので分かるかなって思って、ちょっと身内ネタですが入れてみました。さあ次の問題いこっか。もうね、こっから当てられたらね、しばらく尊敬の目を向けることにする。あ、ほんと？足舐める。え、こちら。もう待つしかないじゃんね。行く。分からんもんだって。こんな除外される人何人かいるじゃん、もうすでに。分かるじゃん。いや、分からん。あー、もう意地悪だー。もうこれはね、ゼノンとの心理戦になってくるんだよね。おそ松さんのメンバーの名前言って。いや、別に僕おそ松のキャラとは決めてない。純粋にちょっとゼノンにおそ松のメンバーの名前言ってもらいたいなって思っただけだから。松のおそ松、松のから松、松のちょろ松、松の一松、松の十字松、松のとど松。とど松の時が一番まばたき多かったかな。そんな古典的なやり方。ゼノン誰違うと思う。まあ、ここだけ見ると、うん、チビタは違うよね。やっぱ髪の毛一本しかないし、ね、でも6分の1だから回答権3回あるじゃん。半分正解。そう、だから2分の1の確率なんぜ。これ1回目から当たったらマジですごいよ。はい、髪の毛すごい整われとって優等生っぽいということで、チョロ松だと思います。正解。よっしゃー。なんで怖い。え、ちなみに全体図見て松の違いわかる？わかるかもしれない。あ、ほんと？はい、わからんわ。アホ毛がない。そう、チョロ松はこのアホ毛をピシッと揃えてるのよ。それがチョロ松の特徴なの。髪の毛整えとるなって感じがしたの。すごい。だからトッティかチョロ松かカラ松かなって思って、うんうん、一番しっかりしてそうなチョロ松にした。そうね、市松がこんな感じでボサボサの髪型なんだよね。でも揃ってるのはチョロ松だけだから、前髪じゃなくて上だけどね。でもそう当てられたのはすごい。ってことで4点獲得。32点。おいおいおい、来たんじゃねえの。すごいよ。3なんだから3問目みたいな、まあ、ちょっとこだわりがあったり。いやー、これ答えられそうだな。ぶっちゃけ4問目こちら。いやー、でも分からんぞこれ。パッと思いついた人は1人おっけど、でもゼノンは多分その人のこと知らんと思う。後頭部の方の尖り方とか、髪の毛の先がなんかちょっと遊んどる感じ、すごい男の子らしいボーイッシュな髪型な気がする。白髪だったらオルガっぽい感じがする。黒髪でこのオルガタイプの髪型って僕一人しか思い浮かばんがんだけど、男受けも女受けも良さそうな、愛されそうなキャラクターな気がする。ほう、まあ、一旦これでいきます。こちらのキャラクターはフェイトゼロのランサーだと思います。男らしいキャラクターなんよ。めちゃめちゃ男性にも女性からも愛される、敵を生まないキャラクターというか、そういうのが今のこの現状からも伝わってくるっていうので、ゼロランサーかなと思います。だよね。前髪なし見ます。お願いします。こちらです。あー、だって絶対この髪型ってエロ毛かギャル毛の主人公しかおらんもんな。みんなから愛されるっていうのは語弊があったね。やっぱここだね。ここ強いね。昔のアニメのさ、左右非対称の髪型ってさ、実はめっちゃ秀逸じゃない？キャラクター差別化するにおいてこんなに分かりやすいことないよな。確かに最近のアニメはあんまりないかもね。リアル系な髪型が多い気がする。うんうん。
ということで、スクールデイズの誠くんです。決め手はやっぱりここの特徴的な前髪だよね。この前髪するんは名探偵コナンくんか、本当に昔のエロゲギャルゲの主人公しかいないということで、誠くんだと思います。万人に好かれるとかさ、嫌われないとかやった時にめっちゃ吹き出してしまってさ、いや逆逆逆と思って、何偉そうに考察しとるんだろうと思って。というわけで最終問題です。トダちゃんの記憶から消えてるかもしんない。記憶から消えてる、急に漫画っぽくなってきた設定がこちらです。誰、記憶から消えてると思うから、今まで見た様々な作品を思い返してみるんだ。なんかポケモンのさ、アブソルの擬人化ではない？下手か叩く。はい。違います。あ、違うんだ。メガアブソルの擬人化だ。はい、回答権2回を失います。ヒントください。早っ。マジか。だからマジはわかんないもん。まあ、前髪なしを見せますか、そしたら。こちらです。誰？めっちゃ特徴的じゃん髪型。その子のね、髪型に注目して作品を見たことはね、多分みんなないと思うんだよね。マジで？ただ全然マイナー作品じゃないよ。でも髪型に注目して見る人いないだろうから入れた。なんか襟足長いとちょっとやっぱ幼く見えるんだよな。なんでか髪色黒ではないけど暗めの色だから。赤髪？古いか古くないかってやったら結構わりかし古いかも。片側は耳の下まで髪があって、片側は耳上ぐらいというか耳中ぐらいなんだよ。アクションシーンでこのちょっと逆立ってる髪が揺れるのがいいなってなりそうな髪型な気がする。久保さん出てるよ。え？久保さん出てんの？結構出とるよあの人。もうこれ以上は言えない。私の3枚がかかってるから。もう結構ヒント出してる私。ここで当てられたら2点。こちらです。いや、わかんな。前髪ちょっと短めだよな。ちょっとデコ出とる感じもする。じゃあ声優さん教えてあげよっか。2019年、鬼滅の刃。ほう。竈門炭治郎。竈門炭治郎です。日の神クール。ねえ、お前知らんだろ。知らんけど撮ったよね。機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ、ビスケットグリモン。え、めっちゃ主要キャラじゃん。東京グール金木健。え全然キャラ違うじゃん。ぐらい人気な方が声担当されてますね。これで分かんなかったらね、絶対分かんないと思う。いやでもクールも僕漫画だからさ。あ、そっか。知らんのよ声。私たち二人とも好きな作品、久保ゆりかさんも出演されています。2013年にアニメ化しましたね。話題になった作品、衝撃を受けます。主人公です。声優さんは花江さんです。いや僕ね、思いついたキャラ一人おんのよ。久保ゆりかさんその作品出てなくね？この人だと思います。ナギのアスカラの主人公、あの茶髪の男の子ですね、だと思います。作品としては映画めちゃめちゃ上手じゃん。なんだけど前髪短めじゃない。あとこの子って結構さ、活発な男の子じゃん。で髪の毛のこのチクチク感も活発な男の子を表現しやすそうだし、まあ、あとは海に潜ったりとかそういう描写も結構あるから、ちょっと尖ったら頭の部分をなびかせたりとか、水上がりに逆にペタッとなっとるとことかを表現しやすいから、あえてなんかこういう尖らせた髪型にしとるんだと思うんですよ。いい考察だ。で、ナギのアスカラの主人公だと思うんですけど、久保さん出てなくないですか？ってとこで分かんなくなってます。どうして？正解！え？久保さん出てるよ。陸のクラスメートの女の子だった気がする。あ、そうなんだ、うん、ということでようやく正解ですね。うわー、そうだわ。この色合い、いや、すげーな。うまいよね。この淡い色合いをうまく表現してるね。というわけで現在のポダちゃんのポイントは37点です。え、50点取れるんじゃないですかこれ。まあツインテール編難しいから覚悟しといてね。これよりむずい、うん、というわけで皆さんは何問解けましたか？僕はいっぱい解けました。いや、それは見たらわかるわ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄にゼノプログッズ好評発売中です。お前の違うんよ。ぜひともお買い求めください。第1回この髪型何のキャラクイズ。は
多分分かってる。嘘でしょ。多分分かっとるという素敵みたいな表現があって、決め手は髪。そりゃそうだよ、ね、俺は分かったよ。嘘、俺は分かるよ。嘘だ。エンジェルビーツのゆいちゃんだと思います。はー、残念。この横の毛が、そう、ツインテールの